ヤママン株式会社は、千葉県や神奈川県など、日本国内の他海外で事業を行っている、不動産業者、デベロッパー及び鉄道事業者である。本社は、東京都中央区日本橋小網町に所在する。はじめは1951年2月、セニ卸売業として大阪で創業した。1965年9月に本社を東京に移転。 昭和40年代から宅地開発事業に進出し、神奈川県横須賀市で大規模住宅団地、湘南ハイランドを1968年1月から販売開始。そのノウハウを引き継いで1971年に千葉県桜市でユーカリが丘開発に着手。1979年のユーカリが丘分譲開始以降、1982年には、 新交通システム、山満有うかりが丘線の開業、1988年、千葉県下発の超高層マンションの着工へと続き、平成に入ってからもホテル、シネマコンプレックスや、それらの商業施設を結ぶペデストリアンデッキ等の駅前整備を進め、さらに福祉施設や認可保育園、セキュリティ事業を関連会社で運営するなど、宅地開発、 分譲のみならず町に関わる事業すべてに携わり、町づくり企業として現在もユーカリが丘開発を続けている。近年では電気バスの開発や HEMS 等の導入を行っている。1997年に経営破綻したビジネスホテルチェーン、ホッケクラブでは再建スポンサーとなり、2008年9月に会社構成法手続きを終結。現在も 関連会社として運営している。山満発の海外事業として、ミャンマーを代表する都市アンゴンでもホテルを経営している。日本民営鉄道協会会員事業者。ユーカリが丘の住宅群山満の代表的な不動産開発事業である千葉県桜市のユーカリが丘ニュータウンは、1977年7月に着工され、1979年4月に、 最初の宅地分譲が行われた。導入タウンでは、その後、公共交通機関として、新交通システムのユーカリガオカ線が開業し、これもヤママンが運営している。ユーカリガオカでは、着工から30年以上を経た2012年時点でも、住宅、都市開発が継続されている。また、ヤママンは、ユーカリガオカ以外においても、自社の分譲マンションに、 ユーカリハイツなどのユーカリが丘にちなむ命名をしている。ありがとうございます。